この先ほど、こちらのスライドみたいなもので見ていただきましたけれども、まあ、何をやってるんだ山本太郎はっていうふうに思われる方が結構いらっしゃると思うんですけど、山本太郎事務所って一体何をやってるの、まあ、簡単に言うと動きが見えないってことですね。まあ、その動き一番分かりやすく伝えるっていうのは多分大手のメディアだと思うんですよ。テレビだったりとか新聞だったりでもですね、やはりスポンサーに対する耳の痛いことであったりとか、まあ、悪口に近いことかもしれませんよね。悪口かどうかは別ですけれども、そのようなことを発信しているものがテレビに出れるはずないんですよね。そうなんです、もう放送禁止に近いというか、撮影を禁止物体、撮影禁止物体っていうところにまで来てしまったっていう形なんです。じゃあどうやって山本太郎の活動を皆さんに伝えるのかっていうところがすごく難しいところでもあります。だからこのようにホームページをご覧くださいっていうね、続きはウェブでみたいなコマーシャルありますよね。お前丸投げかよとか思っちゃうかもしれないんですけども、残念ながらこういうホームページに全ての情報、そして日々の活動であったり行動ってものをここに収めさせていただいて、そして皆さんにアクセスしていただくという形が一番今何をやっているのかっていうことを理解していただく、そういうツールになると思います。で、まあ、一番大切なことなんですけれども、まあ、このような形でなくてもいいんですけども、もっと小さな規模でもいいんですけれども、やはり皆さんとの交流っていうものをやっぱりこれから大切にしていかなきゃいけないと。まあ、この1年間本当にバタバタだったんですね。もうど素人が国会に行って、そしてまあもちろん湯川さんであったりとか新津さんであったりとか畑さんであったりとかっていう強力なサポートを得てるんですけれども、やはりいっぱいいっぱいの中でやっていく中で、皆さんへのご報告であったりとか、そういうフォローっていう部分に関して本当に手薄になっていた部分があるのは否めないと思うんですよね。だからこれから、たくさんこのような機会、まあ、どれぐらいの感覚かっていうのはまた皆さんといろいろご相談していきながらなんですけれども、意見を交換したりだとかアイデアをいただいたりだとか、まあ1年間で34本の質問主意書で国会議員の中で第2位だという話なんですけれども、まあ、これに関してはもうほとんどが質問主意書で聞きたいことありますという方々から寄せられたものなんですよ。山本太郎が頑張って34本書きましたよということではないんです。山本太郎の名を借りて、そして政権に対して質問をしたいと、答えをもらいたいんだ、このことについてどう思ってるんだっていう人たちがたくさん協力していただけたという結果だと思ってます。まあそんなことでですね、まあ、ちょっと進行とは全然関係ないところで途中でマイク奪っちゃったんで、これをどうやって着地させればいいのかっていうのを僕自身今のところよく分かってないんですけれども、まあ、このまま乱暴にまたマイクを返したいと思います。後藤さんお願いします。ありがとうございます。でもこういった形で一応総会はこれでもう終わらさせていただきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。はい、じゃあ第2部としまして、まあ、政治意見交換会を始めさせていただきます。で、これ私が司会をするんですけども、私だけちょっと心もとないと。でまたそのボランティアの皆さんもたくさんいらっしゃってくれてるということで、選挙の時に、中心的にお手伝いいただきました木村さんに一応司会進行を一緒に手伝っていただくことにしたいします。じゃ木村さんお願いします。こんにちは皆さん、1年ぶりのご無沙汰でございます。どうぞよろしくお願いします。ちょっと今年の1月に手術をしまして、声が全く変わってしまいました。実家に電話してもあんた誰と言われる状態なんですけども、どうぞお見せ容器をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、どうしましょうか。早速、始めたいんですけども、どなたかじゃあ挙手でよろしいでしょうか。はい、じゃあどうぞ。お名前、どうも、お集まりの、どうも、タロジネットワーク総会お集まりの皆様、
どうもお疲れ様です。こんにちは。私は、この、太郎さんを、この選挙の際にやはり、支持、応援しました、堀江と申します。私は、今回は、国際人権団体、アバーズというアバーズを、代表いたしまして、挙手を、申し上げさせていただきます。私も含めて、私たちアバーズはやはり、この、全国に対し、この選挙の際山本太郎さんをとにかく、国会の、椅子へ、今回、送り出すことを全面的にやはり、表明し、全国に、メールマガジン等で、支持の、メールを、送らせていただきました。やはり、私たちアバーズはこの、原発というものをこれまでの規制の枠の政党では、停止させやはり、なくすことは不可能である。これをやはり、この前面に打ち出し、このメールマガジン等でやはりこれを表明をしたものであります。やはり、今後もやはり、山本太郎さん、山本さんに対しまして私たちアバーズは、今後やはり今この、原発の問題だけではなくこのイスラエルによるパレスチナ、あ、すいません、できたら、すいません、言わせました。1人3分ずつぐらい。分かりました。パレスチナ、攻撃に関しても絶対にやめさせるためのやはり、強力なエキスパートになっていただきたいという今日メッセージをいただいてここへ参りました。では、最後にもし皆さん興味がありましたら私たちアバーズはアドレス avaaz@avaaz.org、ここで、行っております。ネット署名等も受け付けております。それではありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今後も応援してまいります。ありがとうございます。はい、できましたら、それで今回の意見交換会としまして皆さんから質問を太郎にぶつけていただいてそれに対して太郎がお答えする、まあ、そういった会議できたら始めて進めさせていきたいと思いますので、そんなに硬い話じゃなくていいですよ。もういろんな分野にわたってというか本当に幅の広い話で結構です。今日の朝何食べてきたとかそんなことでも結構でございます。いやって言ってますけど、あ、手が上がってますね。あ、ごめんなさい、社長がも上がってます。じゃあ、どちらが先やったんで、じゃあ、わかりました。奥の方から、はい、最初のお名前を名乗っていただいてそれからご質問をお願いいたします。できたら3分以内でお願いします。萩原と申します。去年の夏の参院選で生まれて初めてですね、山本太郎さんのポスター貼りを掲示板にしました。本当に貴重な体験させていただきました。それでですね、その後山本太郎さんはすぐ秘密保護法の方でね、全国キャラバンにやられたと思うんですけれども、それで、まあおそらく山本太郎さんが一番その秘密保護法の方で一番大々的に、まあ、話してくれたと思うんですけれども、それでですね、今一番気になってるのは、日刊現代ではもうすでにですね、もう2回ぐらい報道してるんですけども、秋の、衆院解散総選挙の話なんです。それでもしそういうことがあるんだったら我々市民、まあ、力はないんですけど何かしなければいけないと思ってるんですけども、で、秘密保護の時は本当に早くですね、みんなにこうアピールしていただいて、すごくこんなことや思ってるんだということで企画してるというか起草してるということが分かったんですけども、ちょっと拉致被害者9月12日日刊現代だと、安倍が訪朝してそれで拉致の話をある程度つけて、それで、その前に内閣改造やってちょっと注目を集めて、拉致、それで、衆議院解散ということなんですけど、その辺の情報は一体どうなってるんでしょうか。分かりましたらお願いします。はい、秋解散であるとかっていう話はですね、もう、この夏の前からささやかれていたことですよね。で、
とにかく支持率が今どんどん下がっていると。で、消費税のこともあるし、でいろんなこともあるから、もうこのままじゃ持たないんじゃないかっていう状況まで行くかもしれない。で出てきたところにいつものこの拉致家族への政治利用っていう部分だと思うんです。そこの、拉致っていう部分に関して人が帰ってきたことによって支持率が上がったところで、で解散するんじゃないか、選挙があるんじゃないかっていう心配は、多分皆さんの中にもあると思うんですけれども、で先日他の議員と会う機会があって、まあ、聞いてみたんですよ。秋解散説どうですかって言ったら、いやないでしょうと。意外とこういう意見が多いんですね。でどうしてですかって、今解散したってうまみないでしょうって。で拉致家族を奪還するのにも本当にとんでもない額の費用がかかると。要は北朝鮮に対してそのお金を裏のお金として渡さなきゃいけない、裏のお金として渡さなきゃいけない理由は、要は一人の人間を連れて帰るのに数百億数千億何兆っていうお金になったとしたら、それは国民の理解が得られるだろうかというところで実現可能かどうかは分からないという話を他の議員の方々はされてたんです。でも逆の立場で皆さんがもしも、まあ、悪い人じゃないね例えば安倍政権という立場で物事を考えた時に、秋解散に持っていかない理由って何かあるんですかね。このままでは沈んでいくだけなんでしょ。だとしたらどっかで浮上させなきゃいけないわけだし、浮上させただけじゃん。で浮上させたところで決定的に自分たちの権力を強固なものにするとするならば、僕は秋解散も大いにあるんじゃないかなと思ってたんですけれども、でもその例えば民主であったりその他の党の方々に、先輩方に聞いても、今やったって得なことはないっていうお答えがほとんどなんですよ。だとしたらじゃあこのまま消費税上げたりとかして、まあもうそのトップが変わるっていうことになっていくってことをみすみす自分たちでそのまま進めていくのかなって思うとちょっと疑問なんですよね。で例えばですけど、秋に、まあごめんなさい、先ほど外線のスケジュールサクッとすごく小さかったですけど、皆さんのお手元にある外政のスケジュールっていうものをお渡ししたと思うんですけど、まあ、だからこの今回の外政の中で何を話すのかってことだと思うんですけども、これは結構もっと前から、集団的自衛権のことについてずっと外政しようっていう話があって、でまあいくつかはやったんですけども、で秋からもと思ってたんですけども、秋にはこの集団的自衛権の話は持ってこないと国会にいう話ですよね。その関連法案について、だから集団的自衛権は一回お休みだよって話になってるんですよ。なんでお休みにするのかって、お休みにしないとますます批判が高まっていくから、ってことはこれすごく気にしてるわけですよね、自分たちのこと、自分たちの支持率のことだったりとかってなっていくと、じゃあ消費税も本当にこの年内決定するのかとか、いろんなところで先送りにされていくんじゃないかな、下手したら統一地方選の後になっちゃうんじゃないの、そういう問題的な部分っていうのはっていう話なんですよね。で、まあ、集団的自衛権も含めた話なんですけども、とにかく今のままじゃまずいんだよと。要は、安倍政権っていうくくりだけだったら、その後にもしも秋に選挙があったとしたら対応できないですもんね。じゃあ安倍政権を倒せば他は何でもいいのかっていうような話になっちゃうんで、この自公の連立、まあ、自公の連立って公明党の話をこの地域でするっていうのも長いんですけど、自公の連立っていうものも問題なんだっていう、もう本当にもうこれ共犯だぜっていう話を皆さんにしていったりとか、それ以外の部分もしていくっていう、だからこの、秋からの凱旋、秋からの凱旋ですね、この8月26日からの凱旋は、だからそういう部分にもちょっと触れていくようなというか話になると思うんです。で実際今秋に解散されたとして対応できるのかって話ですね。多分ほとんどの党対応できないんじゃないですか。だって準備なんてできないですもんね。そうですよ。だとしたらそこが一番狙い目だと思うんですけどね、僕。いや本当にそれか、僕たちにとって狙い目という話ではなく、力を持った人たちにとって狙い目な時期っていうことになると思うんですよ。でその9月の最初に第一次報告っていうのが、出るっていう話ですよね、北朝鮮からの、まあ、その先々いつになるのかは分からないけれども、じゃあ先ほど言いましたその今権力を握ってる人たちがそのきっかけ解散であったりとかそういうものを作り出すとしたら、一番大切なことっていうのはこの
政権以外の与党以外の人たちが準備ができていない段階で選挙に突入させてしまうということは一番自分たちを利することになりますよね。急な解散、心の準備なしっていうような段階で持っていかれるっていうのが2012年の悪夢復活っていうところにつながっていくんじゃないかなと思うんですよ。でもこれ分かんないです、秋に解散するのかどうか。秋には解散しないだろうっていう意見が圧倒的に多い中で、僕の中では本当にそうかなって、逆に僕がその立場であるならば、その北朝鮮とのやり取りで支持率が上がった後に速攻やるっていう、それでだって選挙で勝てれば全て OK になっちゃいますもんね。だってこれがメインでしょっていう話だと思うんですけどね。ちょっと話ちょっとずれてきましたかね。大丈夫ですか。でまあこの中にもいろいろ政治にもお詳しい方だったりとか、選挙の参謀をやられた方だったりとかいらっしゃるので、ちょっとその意見聞いてみますか。秋解散説についてどうですか、そちらの白髪のボランティアの方おなじみのあくまでもボランティアですけども、白髪のボランティアの方ちょっとぜひお願いします。こんにちは。スタジオの方も初めての方もいると思いますけど、今のことですけど、斉藤と言います。皆さん消費税の後、導入の後、ものすごい今消費が落ち込んでることをご存知ですよね。予想されたことが実際に起こってるんです。で、不思議なことに株価はなかなか下がらない。これは明らかにあれですね、プライスキーピングオペレーションとかやってますよね、 PKO っていうの、株価操作をやってなんとか今維持してます。でもこれを無限にすることはできないです。これだけもう景気が悪化してて、消費が落ち込んでて、相当悪化してます。落ち込んでます。で、このまま株価を維持できないで下がっていくようなことがあったら、もう安倍政権の支持率は一気に下がるっていうふうにみんな思ってます。だから今太郎君が言った意見に僕は可能性があると思ってます。で、やるならおそらく冒頭に国会、秋の国会の冒頭に、さっき言ったその、もしですよ、北朝鮮とうまく話がついて、支持率が上がるっていう局面を作れたら、そこが安倍さんの最大のチャンスだろうというふうに思ってます。で、これから先、もしその後、これから先ですね、安倍さんの支持率が上がっていく可能性というのは、僕たちの分かる範囲での情報からするとちょっと見通しにくいだろうというふうに思います。ご存知のように、選挙が福島そして沖縄という非常に、まあ、今いろんな意味でですね、この日本の運命に関わるような選挙が10月11月と連続してあるわけですね。で、実は僕たち今、昨日か次この間も太郎君も昨日までだったっけ、沖縄に行ってた。太郎君も昨日とといと沖縄の方に行って、辺野古の方に臨産化して一緒に行ったらしいんですけど、非常な、なんていうのかな、もうちょっと、私ずっと実は沖縄の選挙に関わってまして、沖縄のいろんな選挙に関わってきたんですけど、2000だとか参議院選挙だとか、知事選も3回ほど関わってるんですけど、今までの知事選にはない、状況だなというふうに思ってます。まあ、今までも沖縄の選挙では、特に知事選挙では大きなお金が動いてきました。政府も本当にいろんな形で金を投入してきました。で、今回はもうそこはもう当たり前のことで、表のお金だけじゃなくて裏のお金がすごいなっていうふうに思ってます。それで、はっきり言ってですね、官邸がやった調査で現職非常に厳しいんです。もし野党が一本化した場合は半分ぐらいの数字と私は聞いてます。官邸の調査ですね、自民党の数字でも非常に厳しいんですね、現職、まあ、つまり与党の候補が厳しいんですよ。で、だからもう本当に今いろんなことがやられてます。で、基本的には一騎打ちの構図を作らせないっていうことが官邸というか、まあ、アメリカのも関わってるかもしれませんけども、最大の戦略になっているというふうに
私は思ってます。つまり与党以外の候補者をできるだけたくさん出して票を分散させるということを今本当にあらゆる手を使ってですね、やってるんですね。で、私の知り合いももう本当にその中に何人も巻き込まれてます。で、非常に困難な状況が実は生まれてますけども、それでももし今のまんまでいくとなかなか与党は厳しいというふうに皆さん見てますね。で、福島も皆さんご存知、福島のことは福島の方が今日来られているんで、ぜひ後で私もお話聞きたいなと思ってるんです。特に知事選に向けての動きを聞きたいと思ってるんで、ぜひお話ししていきたいといただきたいと思うんですが、福島もまだ私はどうなるかわからないというふうに、率直に言って思ってます。で、官邸は非常に厳しい選択を迫られるだろうな。現職にどう対応するのか、独自候補で本当に勝てるのか、勝てないと、これももし自民党が独自候補を出した場合は勝てない可能性が非常に高いというふうに見られています。だから選挙でも厳しい、経済情勢も厳しい、外交的にもなかなか得点を得られるような状況はないっていうふうに見通せる範囲でね、いくとですね、本当に厳しいだろうと思うんですよね。だから小川太郎君の意見は十分にそう思っておいた方がいいだろうなというふうに思います。で、じゃあ一番大事なのはその場合にもしそういう可能性があるというふうに判断した場合にどう対応するかということをですね、ぜひ太郎さんの意見も聞きたいなと。で、皆さんのご意見もぜひその出馬どうすればいいかということを皆さんのご意見聞ければなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。ボランティアの方本当に毎回毎回いろんな選挙ボランティアでよくやりますね。すごいですね。太郎さんのおかげです。燃えてますね。ありがとうございました。斉藤さんです。というわけなんですけれども、じゃあそれ解散になって選挙だって言われて、で、例えば政党じゃないですよね、一人一人という名前を持ってますけれども、で、ただでさえ大きな政党っていう人たちでもそれ準備するのはすごく大変な困難な状況の中で、じゃあ我々はどういう準備をするのかってことなんですよね。やっぱ選挙っていう話になるとやっぱりお金がかかるんですよ。鹿児島に行く、今年の春に行われました鹿児島の2区での選挙で、結果ボコボコにやられまして、で、そこでもやはりその資金面っていう部分で皆様にもご協力を、本当に多大なご協力をいただきまして、で、結果どれ400万ぐらい500万ぐらい足りないことしかないでしょ。それぐらいの、それぐらいの金額を僕が背負い、そしてそれ以外にもかかった費用っていうのはもう皆さんからの寄付で賄わせていただいたという、非常にありがたい話ですよ。本当だったら全部自分で引き受けなきゃいけないところを皆さんと分かち合うことを許していただいたという部分でそのような結果になったんですけど、じゃあ今度その例えば衆議院これ解散ってなった時に、じゃあどうするの？1人300万選挙区で、で、これ比例って形、これね、今年の5月ぐらいに1回試算してるんですよ。選挙でボコボコに負けて、いくら大体ぐらい、いくらぐらい背負うだろうってことに分かった時に、そうかって。でもちょっと待ってください、この先もしもまた解散ってことになった場合、大体いくらぐらいかかるかっていうのは、ちょっと湯川さんちょっと試算してもらえますかっつったら、なんかとんでもない数字出したんですよね。ちょっといいですか、湯川さん。ご承知のように今の衆議院の選挙の仕組みは小選挙区比例代表並立制ということで、無所属だ、小選挙区の立候補は無所属でもできるんですけれども、今度の鹿児島2区の選挙でも分かる通り、無所属は非常に不利ですよね。小選挙区での選挙というのは候補者個人の選挙運動と政党の小選挙区での選挙運動と2種類ありまして、無所属の場合は1種類しかできません。したがってやはり比例代表の場合はもちろん無所属は全くエントリーすらできませんので、やはり衆議院の選挙は解散が決めにあった場合は、新党一人一人の政党としてチャレンジする方がいい。
その場合、じゃあどういう条件が必要かと申しますと、まあ、一つは現職の国会議員が5人以上揃っていれば政党の要件を満たすことになっています。もちろんその可能性もゼロじゃないので、いろんな現職の国会議員の人と手を組むという可能性はなきにしもあらずですから、その可能性は取っておいて、それが必ずしもうまくいかない場合はですね、比例代表の選挙というのは衆議院の場合は全国11のブロックに分かれておりまして、北海道から九州まで11のブロックごとに衆比例代表選挙があります。でそこの比例代表の定数の2割以上の候補者がいると、そのブロックでの比例代表選挙にエントリーできるという、そういう仕組みになっています。例えば北海道だったら比例代表の定数は8ですから、2割だったら 1.6 ですよね。したがって2人候補者がいれば北海道ブロックでの比例代表選挙にエントリーできると。で例えば東京ブロックだったら定数が17ですから、2割は 3.4、 したがって4人東京ブロックで比例代表の名簿でもいいし、小選挙区と名簿の重複でもいいんですけれども、候補者がいれば、東京ブロックのエントリーができるということになります。したがって、北海道から九州まで全ての全国の11のブロックに全部エントリーしようと思ったら42名の候補者が必要で、で比例代表の候補者の供託金は600万円ですから、まあ、あの小選挙区との重複でも同じです。600万円ですから、600万円かける42で2億5200万円の供託金が必要になります。でそして、まあ、それは供託金ですからね。それ以外に、まあ、選挙運動としてですね、そんなにメラボにお金かかるわけじゃありませんけど、まあ、一つの選挙ごとに1000万円その選挙運動費用かかるとしたら、42で 4億2000万円で合計6億7200万円のお金が必要になると、まあ、いうことになります。で、まあ、しかしもちろん選挙になればね、そこのブロックごと、あるいは選挙ごとにいろいろカンパも集めたり、その候補者が決まればですよ、いろんなカンパ活動もできますので、決して山本太郎一人で全部集める必要は必ずしもないんですけれども、じゃあしかし一体どこに候補者がいるんだということなんですけれども、もちろん皆さんも含めて候補者を探していくことになるんですが、まあ、今実は私秘密保護法、さっき話が出ましたけれども、特定秘密保護法に対しては今若手の弁護士の人なんかを中心にですね、秘密保護法対策弁護団っていうのが結成されていて、これはその一般市民の人が間違って特定秘密保護法で検挙されてしまうとか、あるいはその逮捕されそうになってしまうといった時に、即座に全国で弁護団を結成して、その市民を守るというために結成されている秘密保護法弁護団っていう人がいて、まあ300数十名の今人たちがいるということなんで、まあ、私は今その若手の30歳前後のですね、若手弁護士を口説こうと思っていろいろ相談を始めてますけれども、また皆さんと一緒にとにかくいい候補者を出して、一番直近に仮に解散総選挙があった場合はブロックごとの比例定数の2割以上の候補者を立てることでエントリーできるということを一応お伝えしていきたいと思います。仮にですね、総選挙が仮にあったでない場合では、2年後の参議院選挙が初めての国政選挙になりますけれども、まあ、政党要件を確定することが最低目標になると思いますが、その場合は全国の得票率で 2% 以上の得票があった場合は政党要件を獲得できます。そうするとまあ政党交付金も一応一定程度手に入るということになりまして、まあ、大体今の国政選挙は衆議院も参議院も全国で6000万票ぐらいの投票がありますので、 2% の場合だと120万票ぐらいを全国で得票すれば、新党一人一人はちゃんとした政党になれて、政党の得票数割の政党交付金と国会議員最低一人分の2300万円ぐらいの交付金を年間交付されることになるということです。非常に重たくなるような話でしたね。すごいですね。お金がないと政治には参加できないということがよく分かったと思います。エントリー費用だけで数億円なんて誰が用意できるんですかっていう話ですよね。だから政党助成金、まあ、それも税金からですから、そういうものをしこたま溜め込んでる人たちがまた自分たちの利益を利権を拡大していくっていうことの繰り返し、それが選挙なんだなっていう話なんですけどね。
そこにじゃあ市民たちで立ち上がろうっていう話はもちろんなんです。だって東京都の皆さんが、ね、どこの団体にも属さない皆さんが、団体に属している人は個人として応援してくれた皆さんが国政で一議席山本太郎国会に送り込んだわけですから。だけどこんな一気にやられちゃって、で全国的に展開しなきゃいけないっていうような状況の中で、そんな数億どうやって集まるっていう話なんですよね。まあちょっと手分けしていろんな竹やぶなんかを探すとかっていうような話になってきますよね、これね。本当に落ちてないかなみたいな。届けましょうね、でもね。それ一応届けましょう。届けた上で持ち主が来なかった場合に、じゃあいいですかっていう話にしないとね。猫ババはまずいっていう話なんですけれども、続いての質問いきますか。ありがとうございます。このテーマは引き続き終わりまで絡んでいきたいと思うんですけど、このテーマだけでやるとかなりシーンとする状況になると思いますので、別の質問でも結構です。あれば先ほど、じゃあ先に手を挙げていただいた7月21日の T シャツ着ていらっしゃる。あ、金松と申します。皆さんお疲れ様です。なんか今日特攻服着用って聞いてきたんですけど、着てるのがなんか一人か二人着てない。衆議院選の話ちょっと出てましたけれども、太郎さんの秘書にあんな綺麗な人がいるんだったら、もうあれでいいんじゃないかと僕なんか思っちゃうんですけど。で、まあ、質問の方なんですけれども、太郎さんの方の、ホームページとか拝見させていただいております。で、あと、まあ、いろいろなツイッターですとかネットとかでやってることすごい分かるんですよね。質問収集ですとかそういったもの、それからあとアクションとしても秘密保護法ですとか、あと鹿児島の選挙、私も鹿児島まで行けなかったですけれども、まあ、遠くからちょっと小銭をご再選ということをさせていただいたりしたんですが、太郎さんが選挙の時に、まあ、ちょっと厳しい話になってしまうかもしれないんですが、3つの公約があったと思うんですよ。で、これ新党一人一人 の、 基本政策だと思うんですが、まあ、脱被爆、それから反 TPP、 それから脱過労死と、これに対するアクションがなんかいまいち伝わってこないなと、まあ、正直なところなんですが、まあ、すごい全国キャラバンで秘密保護法だとかそういうのやってるのはすごいわかるんですけども、まあ、ここに来てるコアな人たち以外に太郎さんに投票した人たちはおそらくその太郎さん の、 その公約に惚れ込んで入れた人が多いと思うんですよね。もうちょっとその辺を知りたいなと。例えば脱被爆なんかですと、太郎さんが新宿の駅前とかでよく演説で言ってたのは、要するに統計等の線量を細かく出そうと、でどこが安全どこが危険という、この進捗状況が今このプロジェクトどこまで進んでるかがちょっと分かりにくいと、まあ、それについてちょっと太郎さんの方から聞きたいなと思いまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、一番、まあ、よく山本太郎は原発のことで原発のことでって言われますけど、3分で分かりました。で、結局選挙で僕が打ち出したのは脱被爆っていうのがトップで、で TPP 入らないっていう部分と、そして植え刺さないっていう部分ですね。この3つがメインだったと思うんですけど、その脱被爆っていう部分に関して、じゃあ自分はどう動けるのかっていうふうになった時に、じゃあ脱被爆っていう部分において僕が先ほど渋谷で言われた印象に残ってたっていうのが、東京都のこの汚染を明らかにするべきじゃないかっていう話なんですよね。でセシウム要素以外も調べるべきじゃないか、これ莫大なものがかかるんです。で、もちろん国からの予算っていう部分でやれればそれは可能だと思うんですけど、それ無理なんですね。だってもう被爆っていう概念自体がほぼないような国会の中で、東京の汚染を調べるっていうこと自体が国のお金を使ってやるってことは絶対に許されない。福島から250キロ離れてますから東京安全ですっていうふうなことを言った人がいますからね、総理と呼ばれてる人が。その世の中で国のお金を使うのはもう不可能だと。で、まあこの支持をしていただいた方々の有志の方々で、サンプルはもう集まってるんです。例えば東京オリンピックで、競技をする地域の、土壌であったりとかっていう部分において、でそれを何サンプル、多分今20以上のサンプルは集まってるんですけれども、じゃあこれどうするっていう話なんですね。でそれを例えば、
海外に送ると、まあ、国内だったらわからないです。本当にあの正しい数値が出てくるのかどうかもわからない。で海外のプロに送ったとしたら、じゃあそれいくらかかるんだって、1サンプルいくらぐらいって、大体1サンプル、まあ、大学だとか研究所によ、研究所によりますと1サンプル大体、まあ、4万ぐらい4万円、ごめんなさい、1サンプルが4万円です。で、あの大体1箇所測るのに 3サンプルは大体必要なんですね。でさらにここに郵送料で、これ普通の郵送料はちょっと送れないってこともありますので、そういうところでいろいろ考えると、まあ、20検体やると、まあ本当数十万かかってしまうという状況ですね。4万やったっけ、1検体4万で、これ安いところです、これ安いところねと。今お話に出てるやつは1サンプルって言ったって各種1つだけなんですよね。そうですね、はい、複数調べようと思ったら、だからそれでどんどんトッピングをしていったらもっと高い値段になっていってっていう、本当に数百万円規模っていうような形になる。1サンプル1各種で4万ぐらいと思ってください。ストロンチウム4万、セシウム4万、そんな感じです。で、1箇所で1箇所につき3サンプルっていうふうにどんどんなっていったとしたら、じゃあ東京都内のそのオリンピック、だから何かとくっつけるときに、例えば東京都内にこれぐらいの汚染があります。まあ、もちろんもうすでに高い統括だったりとかっていうところに関しては、それはあるでしょうけど、何かのトピックスとくっつけて、やっぱりあの世の中に発信しないと、そこは影響があんまりなさそうですもんね。もうみんな高い数値になれちゃってるから、あ、そうでもないやんっていうことになっちゃうんですよ。もうすでに例えばセシウムであったりとかっていう部分に関しては一回出して、その数値は出てきてるんですね。で、それを数値見た時に思ったことは、あ、意外とそうでもないねここみたいな。でもそれおかしいんですよっていうのは、もう高い数値に慣れすぎちゃってるから、だから見てあんまり、こう驚きがないというか。でもそれセシウム以外の各種であればもっとわからない数値が出る可能性もあるんですよね。っていうようなことを、いつぐらいから、春ぐらいから一度ちょっと選挙で中断することになったんですよね。今年の初めぐらいからその動きがあって、で、まあ知事選が、知事選じゃなくて東京都の都知事選があったりとか、自分たちの選挙があったりということで、サンプルだけ集めてもらうっていうことをお願いするっていう作業があって、で一度 何度かそのことについて話し合いはあったんですけど、で夏挟まって、夏はちょっと動けないですから、サンプル集めるのに暑かったりとか、夕立が雨が降ったらちょっとダメになっちゃうんでっていうようなところがあって、じゃあ一番最初は今年の秋にはその、東京オリンピックに関わる地域のその、まあ、セシウム以外、セシウム含めですけど、それ以外の各種の数値を出そうってことになってたんですけど、出して委員会でやろうとっていう話はあったんですけど、これがちょっと一回伸びてます。で、じゃあいつが一番時間取れるのかって、委員会で一番時間がもらえてテーマ関係なく喋れるっていうのは初回の委員会だけなんですね。で、今回の次の国会が無理だったとしたら来年になるだろうっていうところです。今自分たちの動きの中で土壌っていう部分に関してやってるのはそういうところです、はい。まあ、もちろん脱被爆っていうところから入ってきて、その土壌っていうところでもちろん もっと踏み込んでやっていくっていう部分は必要なんですけど、でもなかなかそれがなんかうまいこと言ってないっていうのは事実だと思います、はい。じゃあはい、木村と言います、よろしくお願いします。今の土壌の検査に関連してしたことなんですけど、確かにセシウム以外の各種を調べたい、もちろん調べるべきだと思うんですけど、お金かかるし、ただでですね、汚れてるか汚れてないかっていうのは分かる手段を今やってるんですね。何かというと、南相馬に大山さんっていう一人で頑張って地域の汚染を調べている人がいるんですけど、その方がですね、黒い物質、あとはその排水口とか軒先とかのホコリを僕に送ってきてくれてるんですね。それをですね、どうするかというと、私医者なんですけれども、クリニックのレントゲンのですね、イメージングプレートに貼り付けてですね、黒点が浮かび上がるんですよ。これただなんですね。で、僕が今日もちょっとあんまりよろしくないんですけど、こうやって大山さんからこう手紙もらってですね、本当は郵送したらいけないのかもしれないです
じゃあ結局例えばその集められたサンプルをあの濃度とかベクレル数とか各種は分かんなくても汚れてるか汚れてないかはただで分かりますから、まずこれ可視化するっていうのが一番いいと思うんですね。でこのダストサンプラーっていうのがですね、売っててこれにですねホコリを貼り付けて僕のところに輸送していくんですね。で僕はクリニックに行ってレントゲンのプレートに貼り付けて3日4日寝かせるとですね、あの僕はあのツイッターやっていて今日も先ほどあの流したんですけどもレントゲンフィルムに黒点が出るんです。でこの間びっくりしたのはですね、あの南相馬市役所の、近くの鳥の餌台、そこのところの鳩の糞、これがですねあのパウチップされて送られてきまして、これもレントゲンフィルムに貼り付けると黒点が出るんですね。だから生物濃縮、これも証明できる。だからいわゆるその、ナンベグレルだとかストロンチウムだとか、これももちろん知りたいんですが、例えば何て言いますか、そのオリンピックの会場 の, あのマラソンコース、あの皇居周辺、あそこはかなり数万ベグレル出てますから、それはもう分かってるんで、その辺の例えばあの路地のですね粉、そのサンプル等をこういうダストサンプラーに貼り付けて、例えば僕でもいいですし、あのやり方知ってるあのドクターいますんでね、でそれやると、まあ、可視化できると、まあ、目に見えて汚れてれば何ベグレルだろう、でもやばいじゃんってのが分かるということで、一番あの今、まあ、しゃべりすぎですかね、あのあの南相馬の問題になっているのは子どもたちをあの縛りつけようと東大の人たちがやってますけれども、結局高圧除染をやった軒先のところからパッと拭っただけのホコリからも出てるんですね。だからこの間3号機のがれき除去で飛んだとかね、今度1号機のカバー外れたのもまた飛ぶじゃないですか。だそういったものをあの可視化することによって、あの大山さんとか裁判の証拠資料にしたいというふうなことも考えていらっしゃる。だ東京でもそれ応用できると思うんで、ちなみに僕あの3年前に、僕練馬に住んでるんですけども、3年前からずっと掃除してないところのちょっとベランダのこのところをってやったのはちょっと出なかったんですけども、あの、まあ、今もうちでこうホコリ集めてまた調べてみようとしてますけど、一番明らかに汚れてそうなところやってみると、あのサンプルもしあれだったらあのちょっとでお分けいただければ、あの調べられます。そういう手もあります。ありがとうございます。ですね、先ほどのなんていうんですか、それビジュアルで見せることができると、その細かい数値とかはわからないけれども、そういうやり方もあるというお話ありがとうございます。おそらく委員会で、やるにはその両方が必要なのかな、導入の部分ではビジュアルで見せておいて、で最後にその数値的なものを合わせて出さないとちょっと引っ張れないっていう部分があるのかなと思うんですよね。ちょっと危機感というかを持ってもらえないっていう他の方々に。で、今ちょっと値段のことを、これ日本分析センターとかっていうところなんですかね、プルトニウム238、プルトニウムに関して10万円ぐらいかかると、だから4万円っていうのはちょっと確かじゃないかもしれない、後藤さんの。海外だと4万、まあ、日本だと10万から15万、10万から15万っていうことですね、1検体につき1各種につきという値段になっちゃうってことなんです。だから莫大な費用が必要であるからこそ、当然国がやったりとか行政のやるべきところなんですけども、そこはもうほとんど望めないので、じゃあどうしたらいいんだって、先ほど黒い物質っていうお話が出てました。で、とにかくそういう、まあ、都内で、何箇所もそのサンプルを取ってきて、いくつも取ってきてそれを出すっていうことになった時に、やっぱりその料金の壁っていう部分とぶち当たる。でそれで話が進まなくなるんで、じゃあもう一度もう少し分かりやすくということで、黒い物質、まあ、都内に今どれぐらい残っているのかという部分もあるんですけども、黒い物質ということで夏の入るちょっと前、5月6月ぐらいに話し合いをしまして、じゃあ黒い物質、都内の黒い物質という部分に関してちょっと採取をしようというところで、今話が、採取してくれている人たちが今集めてくれているという状況になっています。ちょっといいですか、その提案なんですけれども、提案なんですけれども、例えば今おっしゃっていただいた、ちょっとお名前忘れちゃったんですけど、おそらくここに来てなくても眠ってる人たちがいると思うんですよね。例えばその大学教授で実は山本太郎好きなんだけど、周りにいたらアホだと思われるからって思ってる人もいるかもしれないまあそういうのを大々的にプロジェクトとして協力者募集と、例えばこういう技術者が欲しい、お金は出せませんと、ノーギャラでやってもらえるんであれば、あるいはここまでだったら出せるけれども、この予算でやってもらえる方っていうんで、いろいろ募ってみたら、結構チームになるんじゃないかなと思ったんですよね。
あの何もわざわざ山本太郎があの監修監督しなくても、それはあの要は太郎さんが監督者としてずっといなくても、そこのプロジェクトの責任者を誰か立てて、あの学術的な知識のある人を、それであの資料を作るっていう方法もあるんじゃないかなと。あとその山本太郎さんの他の政策は嫌いだけど、その脱被爆のところだけがすごく気になってるって主婦の方とか、溜めたへそくりの中からちょっと出そうかなとかっていう人もいるかもしれないですし、まあ、そういったの結構募るのも一つの案なんじゃない、アイデアじゃないかなと思いました。ありがとうございます。今さっき TPP のことが出たんですけど、あの、まあ、タローズネットワークなんで、あの昨日実は太郎さんがですね、あの元農水大臣やって山田雅彦さんって方がおられるんですけど、その方のやってられる政治塾に昨日呼ばれてたんですね。で私も行ったんですけど、あの方がですね、今あの今日ですけど、今日川崎の方で合宿っていうか、あの会議をやってまして、皆さんご存じの方もおられるかと思うんですけど、あの十数名の弁護士の方、それから各政教のリーダーの方、あの学者さん、そういう人たちが集まってですね、TPP の違憲訴訟の、 あの原告団の準備会というのを今作ろうとしています。で、なかなか違憲訴訟っていうのは難しいんですが、あのなんとかやろうということで、秋に向けてですね、全国で、あの1万人以上の原告団を作って、あのこの TPP の違憲訴訟をやろうということをですね、今準備されて、今日本格的な準備会合がやられてるんですね。で、私はこれぜひ、あの、まあ、太郎さんもよくご存知なんですけど、あの一緒にずっと TPP 反対で頑張っておられる、あの山田さんたちに中心で、多分あの宮城さんとかいろんな人がですね、あのこの呼びかけに加わると思うんです。で、ぜひ皆さんにもですね、これ注目していただいて、あの多分1人2000円ということになるんじゃないかなと思うんですが、あのやっぱりできるだけたくさんの国民というか、一人一人市民がですね、原告に加わることで、かなりそのマスク見たか、あの裁判所に対してプレッシャーになるんじゃないかと思うんです。あのぜひこのことをお知らせしたいと同時に、まさにあの山田さんも太郎ネットワークの一員ですので、あのそれぞれ山田さん直接太郎さんが関わらないことでもですね、TPP のこともあのそういう動きもあるということもぜひ知っていただきたいし、ぜひ皆さんにもあのこの動きに注目とあの参加をしていただければなというふうに思います。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございました。では真ん中の手を挙げていらっしゃる、橋本と申します。あの2つの質問、させていただきます。今あの、放射各種の、測定がすごくお金もかかる、島もかかるというふうにおっしゃってまして、まあ、いろんなそのネットワークを使って、やればいいんじゃないかというふうに太郎さんおっしゃったんですが、他 の、 その脱原発で動かれているような政党の方、その方々との、共作っていうんですか、それができるかできないのか、まあ、ちょっとね、あの選挙でね、あの一緒にできるかどうかという問題は別にして、そういうそのあの目に見えるようなことで、脱原発の人の、政党が協力できるかどうか、その可能性に関しての質問が一つ。二つ目はですね、まああの原発事故が起こってもう3年半ぐらいになるんですけども、その間に日本がすっごいいろんな悪い方向に進んでるんですよね。で、原発以外で、脱原発以外にもその TPP だとか、あと貧困だとか、その辺のことはあの太郎さんが気にされてると思うんですが、今その原発事故経って、時間経って、この辺にちょっとシフトしたい、まあ、当然あの脱原発も頑張っていただきたいんですが、原発以外その TPP、貧困以外に太郎さんが気にされているようなトピックスというのを教えてください。ありがとうございます。まず被爆の問題に関して他の議員との連帯はどうだ、連携はできるのかって話なんですけども、大前提としてこの、原発っていう方に関して、例えばまず原発の話なんですけど、原発に関して
即時撤退っていうごくごく当たり前のことが言えない人たちがほとんどじゃないかな。それを考えていただければもう分かると思うんです。じゃあ被爆って問題に関してどうだって、被爆の問題を、例えばいろんな委員会であったりとかっていうところでやってる議員ってどれぐらいいるんだっていう話になれば、よりそれがどうなっていくかってことが分かると思うんです。だからもうすでにアンタッチャブルな問題というか、そこに触れたとしても別に突破はないっていうような世界に入ってきてるのかなと思うんです。でその話の流れから今原発以外の話でどうだっていうお話いただいたと思うんですけど、結局、特定秘密保護法っていうところの凱旋始めた時にも僕すっごい叩かれたんですね。要はもう支持してくれてる人からも矢が飛んでくるような状況、もうお前は原発のことを集中してやるべきだっていうような意見とかをたくさんいただいたりとかもしたんですけど、でも僕はそこはやっぱりうなずけないっていう、やっぱり脱被爆一番最初に言ってることから、例えば脱原発だけの政策を挙げて自分の中でこれが大事だと思うことがそれだけだったんだったら話は別なんですけど、もう自分の立候補の中でも衆議院の時からそれ以外のことも言ってるわけですよね。だから根底全部そこでは根が全部一緒だっていうところで話はもう最初から進んでるわけだから、だから特に特定秘密保護法みたいなものが決まってしまってっていう、それがもう運用されてしまうともうこんな集まりもできないんだぜっていう話になってきますよね。もちろん秘密保護法みたいなものが運用される先には当然共謀罪とかいろんなものも適用されてくるだろうし、だったらこの集まりにも参加できないし、それだけじゃなくその測定するという行為さえもどうなるかわからないし、その情報を出すこともできないかもしれないし、もう完全に制圧されちゃうんですよ。もう弾圧のための法律だから。だからそこを取られちゃうともうすごく厳しい戦いになっていくだろうっていう部分だと思うんですね。もちろんその秘密保護法っていうのは集団的自衛権にもつながってたりとか、とにかくもうどんどんファシズムに進んでいくっていうことはもう目に見えてるわけですよね。で、まあ秘密保護法っていうのは一度置いておいて、じゃあそれ以外にじゃあ山本太郎その脱被爆以外にもなんか今委員会とかでも質問してますよね。例えばですけれども、そうですね。まあ、脱法ハウスとかなんだそれって。まあ要はこれぐらいの部屋のところにいっぱい間仕切りを作ってそこに人々を入れて住ませる。まあ要は今もう家を持てない、住む場所さえも確保できないっていうような若者たちがもうたくさん溢れてるんだと。だから、ネットカフェだったりとかいろんな24時間の営業の店とかにもうそこを住まいとしてるっていう人たちもいるんだっていうようなところだったりとか、まあ、これは委員会での質問は自分が言いたいことを 100% 言えるわけじゃなくてお題があります。お題その日のお題、それをクリアした上で残りの数分間を自分の好きなことを言ってもいいっていうようなもとに質問が作られていくんで、だからこういうちょっと貧困問題だったりとかっていうものを無理やり引き寄せてきてその日のお題にくっつけてっていうことになっていくんですけど、それ以外にも本当に例えば、子宮頸がんだったりとかその他の問題とかいろんな問題に首突っ込んで、じゃあお前結局どうしたいのっていう話になるんですけど、僕はそう思わないんですよね。要は脱被爆っていう問題に関してじゃあどれぐらいの人たちが人を集められるんですかって、脱被爆って声を上げて東京ドームいっぱいなるのかって、ならない。脱原発っつってどれぐらいの人集まるんだ、東京ドームいっぱいにできるか、できない、もう頭打ちなんですよ。そのような印象操作であったりとか情報操作ってものがどんどんされてしまっている中で、じゃあどうすればいいの、ちょっと過激なちょっとおかしな人たちがそういうところに集まってるんだよねっていう部分じゃなくて、じゃあもっと不満を抱えてるような広いところにやっぱりいろんなところに出ていってつなげていくしかないんですよね。だとしたらその労働問題っていうのは絶対外せないところだと思うんですよ。だって全員が労働者なんです。大丈夫ですか、あもう非正規なんですね、どういう条件で働いてるんですか、あもう働きすぎて死にそう、もう自殺したい、鬱になりましたっていうようなことが日常的に溢れてるのであれば、労働分野ともつなげなきゃいけないし、だって今の例えばじゃあ集団的自衛権反対でどこどこに集まろう、
確かに人は集まりますけれども、それ以上に人を集めなきゃもうマスコミも取り上げないじゃないですか。圧倒的に人が溢れて、なんだこれって、見たことないやこんなのっていう、台湾のデモみたいだなっていうような状況を作り上げていくためには、やっぱり全員が分かるっていう気持ちになるような、何かこう集まりっていうか、そういうのをつなげていかなきゃいけない。それぞれのいろんな被害者をつなげていけば大きな力になる。全部ね、つながってるんですよ。これ今日の食べた朝ごはん昼ごはん安全でしたか、被爆してる可能性ありますよって話をしたけど、わわまた言ってるあの人っていう話になっちゃう。消費税上がりましたよねって、豊かになりましたか、なるわけないんですよ。理由わかります？法人税下げる代わりに皆さんに増税することにしたんですっていうところになってきたら、ちょっとなんかね、ピンとくるとこあるじゃないですか。だって自分増税されてるわけだから。これこのままいくと本当に上がるんですよ。 10% で終わるかどうかわかんないですって。お金どん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 、そういうふうに皆さんに詐欺のように増税していきながら、そのお金どこに使ってるか分かってますか、分かりますかっていうようなところだったりとか、とにかく広く興味を持ってもらうような、なんていうか、活動っていうのが必要なのかなって思うんですよね。おそらく被爆の問題を意識されている方々っていうのは、そこから新たに生み出す、またそういう人たちを新たに生み出していくっていうのはすごく今難しいところに来てると思うんです。で、今の政権がやってること分かりますかっていうところから、そういうふうに例えば全員が与えられている増税の問題であったりとか、全員が働いているその職場の環境っていうか労働環境であったりとかっていうところにいろんな話を進めていって、あ、分かるそれっていうふうになっていくと、その後原発の話だったり被爆の話っていうのは受け入れられやすいんですよ。いきなり原発、エネルギー足りてるの知ってますか、どうして原発再稼働されるんでしょうねみたいな話になっていくと、ちょっとつながりづらいっていうか、ちょっと拒絶反応を示されちゃうっていう、まあ、ちょっとごめんなさい、話長くなっちゃいましたけど、だから僕のやってることが本当に正しいのか正しくないのかは分からない。でも僕はそれをやりたい、そういうことなんです。で、おそらくなるほど、まあ、もちろんそっちじゃないだろ山本太郎っていうふうに皆さんから声をかけていただけるっていうのはすごくありがたくて、で、間違った方向に行った時には引き戻してもらうってことも必要だと思うんですけれども、でもいろんなところに行っていろんなところと連帯していって、いろんな情報を自分の中に入れていきながら発信していくっていうようなことをやっていかないと、ちょっと広がりが難しいのかな、意識を持ってもらうのは難しいのかなっていうふうに思うんですね。この原発の問題に関わって3年で、議員になって1年っていう中で、いろんな人と話していく時の相手側が理解してくれるっていうところに行き着くまでには、やっぱりそういうことが必要なのかなっていうふうに思っていったんですよね。お手が上がってます。ありがとうございます。まだ話す機会あるので、一気に自分の思いを伝えないで少しずつありがとうございます。一番後ろのお願いします。あ、西田と言います。一つだけ太郎さんにお願いしたいことがあって、福島の仮設住宅は訪問されたことは当然あると思うんですけども、南相馬に仮設に本当一度来てくださいと言ってる太郎さんに、本当ここに来てほしいんだと、私たちの生活を見てほしいんだと言ってる仮設の人たちがいます。だから本当一度来てください。先ほどお話にあったちょうど、この間瓦礫の撤去でその汚染物が飛び散ったところがもともと住んでた故郷で、そこから今離れて30キロ以上のところで生活する仮設なんですけども、で本当自分の20キロ圏内のお家に案内してくださった被災者の方もいるんですけども、毎月のように家を片付けに帰っても、結局もちろん今回の瓦礫の飛散でもやっぱり帰れなくなったし、あとこの地区の人たちはかなり大多数が震災直後に
小さい子どもも含めて、あの政府が情報を隠したことによって飯舘村に避難したって人がすごく多いんですよね。で、あの仮設の中でも住民同士の、 あの保証金があのもらえる、あの受け取る権利がある、受け取る権利がない、あるいは犬の問題、いろんなこと全部この仮設の3年間の生活を太郎さんに話したいんだということをおっしゃってる住民の方が いますので、あので本当国会であの質問でも私は大丈夫よっていうふうなおばちゃんもいます。ぜひあのそれお願いして、一度来てください。それだけです。ありがとうございます。今先ほどの凱旋、8月26日から始まる凱旋の中で、そのスケジュールの中でちょっといけるかどうかというものも調整したいと思います。大丈夫ですか。っていうのは、南相馬であるならば結構移動がありますもんね。移動がかかるっていう部分があって、やっぱり被爆はするんですけども、あの福島市から飯舘村を通るしかないと思います。まあ、あと仙台まで行って、仙台から行く方法もあるんですけども、まあ、でも飯舘村被爆をするんですけど、通るのが一番それしかないと思います。東京にいてでも被爆はありますから、まあ、それはあるんですけど、まあ、あのその相馬のあたりは昔波乗りをやってる時に仙台から行ったりとかっていうルートはあったんですよね、何度も。だけど今もあの道はもう通ってるんですか。なるほど、分かりました。じゃあどちらかのルートから行くっていうのはまたそれは別にして、で、今ちょっと凱旋のっていう話をしたんですけども、どうしても駆け足になっちゃう部分があると思うので、少し、凱旋が終わって国会始まって、で、週末だとかっていう時、やっぱり行って話をあのしっかりと お伺いできる時間を作らなきゃいけないと思うので、その辺ちょっと調整させてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。男の人多いんで、その柱の影の方に。あ、どうぞ。え、お話して、え、どういう意味ですか。あ、どうぞ。すいません、ちょっと緊張してるので、うまく話せるかわからないんですけど、今まで政治的なことにあんまり関心がなくて、恥ずかしいながら。で、やっぱり若い人たちが気づくことがすごく大事だと思うんですけど、太郎さんがブログでとても分かりやすく書いてくださってるので、ちょっと友達に話したりとかっていうことはしてるんですけど、太郎さんからこうもっと若い人たちにこういう動きを取ってもらいたいよっていうことがもしあったら、やっぱりこう今まで関心がなかったので、どうしたらいいんだろうということがすごく今自分の中で大きくて、そのどういうふうに動いてほしい、もちろん選挙にっていうのはあると思うんですけど、やっぱり子供を持ってる友達とか、今これから子供を産み育てていく子たちが同年代にすごくたくさんいるので、どうやって伝えていったらいいかなっていうのもすごく自分の中の課題としてあって、拒絶反応を起こされないように、みんなで気づくために、今太郎さんが若い人たちにやってもらいたいことがあったら教えていただきたいです。ありがとうございます。できればその若い人たち と、一緒に話す機会をそれぞれ作っていただきたいということですね。できれば大人数だと、まあ、ありがたいというか部分はあるんですけども、まあ、でも10人集められるんだったら足を運んでっていうのをいろんなところでできればなっていうふうに思うんですね。で、まあ、その10人がまたね、その核となっていろんなところで動いて、でまた新しい人たちを集めてきてっていう形で、本当にもうなんというかすごい時間かかるんだなっていうのはもうしょうがないことなんですけど、ここまでこれだけの状況になるまで放置してたから、それはしょうがないんで、今リカバーするために動くしかないんですけど、だから
そういうような機会で若い人たちにどういうふうに動いてもらうかっていうのは、おそらくそういうふうにネットワークを作っていくっていうか、もう目に見えた何かの組織とかじゃなくていいんですけど、やっぱり結局じゃあどこで変えるんだよって話になるんですけど、やっぱり大きな抗議行動の時にたくさんの人が来てもらったりとか、その先、まあ、一番大事なところはやっぱり政治で決着つけなきゃ今のところ変わらないっていうところがあるので、やっぱり選挙っていうところにつなげていくためにもうやっぱりたくさんの人に話を聞いてもらう、特に若い人っていうことですね。結局若い人の未来を勝手に切り売りしてるおっさんたちの話なんで、だから10人お友達、20人でもいいですし、まあ、とにかく、まあ、10人友達を集められるっていうところからスタートしていただいて、それぞれがそういうふうにしていったら、友達10人集めてってそんなにハードル高いことでもないかな。友達がいないんだったら知り合いでもいいなんかそういうところからこう繋がっていけたらなとは思うんですけど、日程とかの相談をしないと、この日に10人集めるんでって言われてもええー、ってなっちゃうと思うんです、はい、で実際今は自分はすごく食事のことに関心があって、その汚染のこととか添加物のこととかをすごく友達に広めるっていうのでちょっと動き出してるところなんですけど、なんていうか実際に本当にそれを動きとして太郎さんを呼んで来ていただいて話しようっていう風にするためには、タローズ事務所に連絡すればいいんでしょうか。はい、まあ、連絡の仕方としては直接電話ってこともあるんですけど、その時の混み具合によってちょっと話がなかなか進まないこともあると思うんで、だから一番いいのはこのメールフォームからその内容を書いてきていただければそれは残るので、だから一番最初はそれがいいかもしれないです。メールフォームからメールを送っていただくか、もしくはメールが無理だった方はファックスだったりとかっていうところで、これは若い人限定ではないんですけど、思いを持ってる人10人集まりましたっていうところよりも、私以外みんなそこら辺のこと全然興味持ってない人たちが10人集まったっていう方が本当はありがたいんです。はい。わかりました。ありがとうございます。ではそちら。ちょっとお待ちください。マイクを。渋滞で遅刻したくせに前の方に偉そうに座っている谷崎です。なんていうのかな、今の多数派の政治っていうのは僕は間違ってると思います。でここにいらっしゃる方も多分そう思っていらっしゃると思います。でそれを変えるためにいろんなアプローチをしていくっていうことの話し合いだったと思うんですけど、残念ながらその正しいはずのアプローチが裏返しに解釈されて間違った受け止め方で逆に叩かれたり潰されたりすることがある、そういうジレマや悲しみもあります。で僕思うんです、ちょっとひねくれてるかもしれないけど、間違えた政治方向に向いてる今の政治やそれに気がつかない人に 100% あなた間違ってますよって言わない方がいいかもしれないって僕の気持ちの中で思うんですね。相手を見て間違ってるよって通じそうな人だけに言って、間違ってるよって言ってもそれ気がつかない人にあえて黙っていて、あえてそれで失敗させて多数派を分裂させるっていうのが僕はちょっといっぱいないと思うんですね。間違ってるのを気がつかない人にそのまま行かせて失敗させて、そこで弱体化したとこでこうとどめを刺すようなやり方の方が効率がいいと思うんですよ。ちょっと暴論極論かもしれんですけど、でまあ自分の太郎さんに対する質問というより意見になっちゃったんだけど、自分はそんな風に思ってます。だから例えば自分コンビニで働いていて、例えば偶然知ったんですけど、自分のところのコンビニのオーナーの奥さん福島出身でお墓参りも行けなかったんですよね。でそういうところでふっと、あ、じゃああなた福島出身なのって言ったらちょっとビビっちゃって自分何も言えなくなっちゃったんですね。それと自分たちがその今の歪んだ社会を変えるために何ができるんだろうっていろいろ考えて、まあいろんなことはくだらないことがいろいろ考えるんだけど、なんていうのかな、自分コンビニで働いてるとお客さんに電気料金の紙持ってくるんですよ。でやっぱね、原発の影響なんでしょうね、みんな使わなくなってるのね電気をね。で若い人とかで一段料金だけで3000ぐらいの人とかいらっしゃるわけですよ。どうやって節約してるんだよとこっちが聞きたくなるぐらいの。でそうやって節約するのいいんだけど、あの手この手を使ってね、それをさっきも言ったように
向こう側にいる人にはあえて教えないで高い電気料金払わせればいいと僕は思ってるわけです。どちらかというと僕は人間が曲がってるから。あとね、もう一つ、この場をかい、で申し上げたいのは、電気料金払いにコンビニやってくるのいいけど期限ギリギリまで引き延ばそうねと思うんですね。そうすれば東京電力にお金が届くのがそれだけ遅くなるわけですよ。それを請求書回ってきたらすぐコンビニに行って払い、ま、払う人なんていうのはそれは原発推進派をね募金してるようなもんですね。だからギリギリまでやって遅らせましょう。それが もう少し10日ぐらい過ぎても自動振込でした、まあ、太郎さんに対する質問という意見になってしまったんですけど、ありがとうございます。失礼しました。ありがとうございました。だってどうせ再建業者行くだけですよ、あれ払わないと何にも損しませんよ、東京電力は。あ、そうか。いや本当そうですよ。残り時間があと35分になりました。多くの皆さんに、質問していただきたいのでお願いします。手短に。すいません、長野と言います。足が悪いんでちょっと座って。すいません、自分は結構世間で言う陰謀論とかっていうことを結構本とかで読んでいまして、でも自分的には陰謀論は本当は陰謀論じゃなくて本当は事実なんだって僕の中で思えてきてるんですね。で、太郎さんもいろんな、先ほど言われたようにいろんな方面で裏でおかしいことがいっぱいあるよということを気づいてらっしゃると思うんですよ。それでそのことをいろんな人たちが言っても一般の人たちは分からないと思うので、太郎さんが言ったっていうことを広めていただくと、あ、山本太郎が言ってるんだっていうと、あ、少しはなんか説得力があるのかなって僕は思うんですね。素晴らしい声。ありがとうございます。まだあるんじゃないですか。大丈夫です。なのでもっとなんか過激なことでももっと広めていただきたいです。ありがとうございます。陰謀論として片付けられるっていうのは、その陰謀論してしまう人たちが、ね、気づかれたらまずいっていう部分で陰謀ってことにするっていう話はあると思うんですね。で、結構いろんなところ行ってお話しするとすごく詳しい方がいて、要はこの金融の成り立ちであったりとかっていう、銀行ができてとか お金っていうシステムができたところからのお話をしていって、それがなんとなくこうなんかなんていうかそういう話になっていく、それは分かるんですけど、ですごく熱く言われるんですね。でも今僕がそれを言うと結構なんかカルトっぽく映ったりもするんじゃないですか。逆にまたそういう陰謀系に引きずり込まれるような恐れもあるのかなと思ったりとかして、極力なんていうかはっきりとしたことが言える内容だけを外では喋るようにしてるんですけど、そうなんです。でもね、でもこの間ね、その沖縄行ったその議員団の中の方に 9.11 のことについて国会質問されてる方がいらっしゃるんですよね、要はペンタゴンに突っ込んだ飛行機がこれ突っ込んでこれぐらいの、これぐらいの損害なわけがないですよねっていうようなことであったりとか、とにかくそういうことを国会でも実際に質問されてる方がいらっしゃいますし、で例えば人工地震の話であったりっていうことを国会の中で質問されている方もいらっしゃるしっていう、ね、なかなか、でもそういうことを例えば僕が言い出したとしたら待ってましたっていう話になると思うんですよ、多分ね。分かんないですけどね。だからこうしっかりと裏の取れてることであったりとかっていうことを並べられるんだったら多分言っても問題はないと思うんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。続きはウェブで。はい、どうぞマイク。はい、私安倍と申します。安倍総理なんですけど、ちょっと別のチームなのちょっと安定します。日頃から太郎さんの、ブログを読ませていただきまして、すごい分かりやすい内容で結構 Facebook とかでもシェアしたりしてるんですけど、友達から全く共感をいただけないような状況になりました。でそこで提案なんですが、いきなり政治だとか経済とか書いてもなかなか反応すると思いますので、日常的な
まあ、医療だとか食事のことだとか、まあ、先ほどおっしゃっていた添加物のことだとかを書いていただきたいなと思ってまして、で、宇都宮さん、方のソフトキリングという書籍を読ませていただきまして、まあ、食品添加物のことだとか、まあ、精神科医のことだとか、そういった点に関してもすごい問題だなと思ってまして、その点に関してちょっといろいろと幅広い分野で、ブログ内で書いていただけたらなと思ってますね。そういったところに関してやはり何ですかね、主婦さんとだとか、まあ、子供をお持ちの方は特に共感していただけると思いますので、はい、そういった点で今後展開していただきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。横浜の井上です。ちょっとですね、手短にうまく言えるかどうかよくわからないんですけど、この話の最初の頃にあったその解散総選挙があるんじゃないかという心配を私もなんかじわじわとこのところ感じてまして、で本当に答えのところではさっきのように、やろうとしたらすごいお金かかるとかっていう話で、どうしたらっていうのがあるわけではないんですけれども、今本当にこの秋にされると、集団的自衛権のことも原発再稼働もそれから、まあ消費税の増税もみんなこう吹っ飛んじゃって、で、今の特に野党のこの状態がですね、みんな乱立して足引っ張り合っちゃってるということが、その安倍政権のまた独り勝ちみたいなことを許して、それでまた4年間もあれがやるのかと思うとゾッとするわけですよね。で、そこのところはやっぱりそのなんかやっぱりもうちょっと考えとかなきゃいけないのかなと思うわけです。で、自分たちで何ができるかっていう準備もそうなんだけれども、本当はこのバラバラ状態の野党がバラバラっていうのが国民をうんざりさせてるわけで、それはなんとかなんないのかなと思うんですね。で、それはだからどうやったらっていうのは本当にないんですけれども、まあ、さっき の例えば沖縄なんかがすごいのは、やっぱりその辺野古移設反対とかで保守から、まあ、いわゆる革新までが一つの候補者に なったらばこれやっぱり勝てるなって感じがするわけですよね。そういうなんかとにかく安倍今の自民党の安倍の暴走をやめさせようよと、まあ、他はいろいろ違うけど、とにかく暴走だけ止めるってだけでもいいじゃないっていうまとまりみたいのは作れないのかなと、そういうなんかそうなんか方法ないんですかねっていう。ありがとうございます。横浜市議の井上さくらさん、すごく素晴らしい質問されてるんですよ。僕もネットで見たんですけど、あれはストロンチウムでしたか、横浜のマンションの上にストロンチウムが溜まってるっていうような内容だったと思うんですけれども、そしたら、まあ、横浜市の説明はストロンチウムは要はチェルノ由来だぜって言い出したんですよね。で、それに返したさくらさんが、いやいやってチェルノの随分後ですよ、そのマンションできたのっていう。チェルノ由来なわけないだろうってことを言ってて、もう本当にもうちょっとちょっとパニックになってたんですよね、その場がちょっと。すっごい質疑だなと思って勉強になったんですけど、ありがとうございます。で、まあその選挙に備えて、その野党がどうまとまるのかって話なんですけど、今の時点でまとまるのかさ、まとまらないです。だから僕が悪い人だったら秋に解散させますよ、その拉致問題っていうことを持ってきて。だって再編間に合ってないから、ここは攻め時じゃないですか。でも考えてみたら、全ての野党が自民党と敵対してるのかっつったら、補完勢力はほとんどですよね。だとしたらそこまでの首の絞め方をするのかなっていう部分で、解散もないかもしれないね、この部分もあるんですよね。だって第二自民党みたいな人たちばっかりじゃないですか。そんな中で考えると解散も現実的ではないのかな。でも根絶やしにしとく必要はあるような、なんかよくわかんないですけど、どっちかはわからないですけども。で、その一つになるっていう部分で、野党が一つになれるかっていう部分においてすごく難しいと思うんですね。
今の状況を利用して統制を拡大できるっていうリベラルの政党もあるわけですよね。当面言わない方がいいですよ。ね、そういう部分、おそらくこのままいったら、民主党はもうグダグダですから、だからまあそのうち消滅しちゃうでしょ。消滅しちゃうでしょ。だからその野党第一党がそんな状況の中で、じゃあどこの党が得をするのかっつったら、じゃあもうここしかないやんっていうような気持ちになっちゃうっていうね。反対勢力としてのリベラルだったら、じゃあここなのかなってことで、そこが力を持っちゃうとかっていうようなことで、一つにならない方が自分たちの力どんどん拡大できちゃうよなっていうような状況がもうすでに今生まれてるわけですよね。だとしたら一つになろうって言うかなっていう思うんです。でもまあそういう政党ももちろんあるんです。もちろんその政党を攻めてるわけじゃないですよ。それぞれのやり方があるわけだし、だけど今の状況の中ではとにかくあまりにも暴走しすぎ、その安倍政権を倒そうじゃないかってことで一つになってっていうところを本当は目指すべきなんですよね。この2年の間にどれだけのことをやられたか、今まで積み上げてきたものを全て無視してそれをひっくり返すようなことをやってきたのに、そこをひっくり返さないなんて嘘だろとは思うんですけど、でも2012年の段階でも一つになれなかったし、2013年の段階でも一つになれなかった。でここまでのことを許した上に一つにならないっていうんだったら、全員既得権益側ってことですよ、はっきり言って。頼れるのは市民、初の市民が推す新しい政治家の誕生っていう部分以外はもう信じられないっていう話になってますよね。どうですか、マイクはありますか。ワイヤーです。ちょっと順番あります。そうか、ごめんなさい、順番があるみたいです。で、まあ、今マイクを回している間にちょっとお話しするんですけど、先ほど言われた通り沖縄ではそれが実現するんですよね。もうマイク回っちゃってます。もう回っちゃってますか。すいません、じゃあ時間もあります。どうぞ。はい、私東間康久と申します。この列の、一番右端のお若い方が事故まで政治や経済にはあまり興味を持たずに過ごしてきたっておっしゃってたけど、実は私も、まあ、彼女よりかずっとずっとおじさんですけれども、ぼーっとして暮らしてきたような気がしています。それでうちはちょっと変な話ですけれども、20年ぐらい前にテレビが壊れてしまって、電気屋さんを呼ぶのがなんとなく面倒くさいままなかったので、そのままテレビなしで過ごしてしまったので、それで従って山本太郎さんというテレビタレントがいらっしゃってというのは、その実はその突然なんかこう、もうすごく怒ってる映像をインターネット上で拝見して、で全くその通りだということで山本さんのブログなどをよく拝見するようになりました。で今のテレビ番組というのはとてもいい番組もたくさんあるのでしょうけれども、例えば何かやはり目くらましというかプロパガンダというか、タレントさんもいろんな方いらっしゃるでしょうけど、なんか名産地というか観光地に行って何かを食べておいしいおいしいと言っているような、なんかもう飢えた国の人には到底見せられないような映像がこうまあ垂れ流されているという気を、まあ3ヶ月に一度ぐらいビジネスホテルに泊まった時に、心よくなくテレビをよく見るんですね。特におバカ番組をもうぜひもう2時間ぐらい見るんですね。でもちょっとひどいんじゃないかというふうに思ってます。で冒頭山本さんがその現在テレビに出るのが難しいっておっしゃっていたけれども、実は私昨年でしたか、深田健太さんの映画で渋谷でしたっけ、舞台挨拶なさった時に私拝見しました。それでとってもいい映画だったと思いますので、確かにまああんまり反原発って言っちゃうとちょっとあれだから、でも友人のとの話題で夏休みの地図でした、いいよいいよって言って、で深田さんにはなんかちょっと薄い縁があったので、快挙ではありませんかと言ってファンレターを出したら、ちゃんとお返事もいただいたということで、でお話をお伺いしているとものすごく忙しそうで、それは映画どころじゃないのかもしれないけれども、次の機会というのはいつなんでしょうか、映画ご出演。一言で言うとないです。じゃあぜひ期待してます。ありがとうございます。
まあ、でも国会だとしてる間とかであれば、撮影することも可能ですもんね。であと週末であったりとかわからないですけど、何も入ってない時であればちょい役であったりとかするならば、まあ、出たりすることは可能だと思うんですけれども、やはりすごくバジェットの小さなというか、こう予算のない映画でさえも僕の名前山本太郎出演させたいって話になると周りが渋るっていう、怖がるっていうか、お金が集まらない、まあ、テレビのシステムとほぼ一緒なんですよね。スポンサーからのお金を集めてで映画を作る、スポンサーがいないと成り立たないから、スポンサーは神様なんですよね。まあその中でも例えばその深作健太さんだったりとか、あと朝日の当たる家だったりとかっていうところでこう役を作ってくださるっていうのはありがたい話なんですけど、まあなんと言いますか、でももう、まあ、そういう機会がいただければぜひね出演したいと思うんですけれども、まあ、でもその仕事を今までやってきた仕事っていう部分に関して今できないってこと に対しての悲しみっていうのはもうほぼないんですよ。たまにこう映画の予告編とか見て、わあ面白そうだなと思って、誰々みたいな方を見たりするといいなとか思うんですけど、でもそれは別に後悔とかそういうことじゃなくて、なんかもう今やってることだけでも精一杯というか、もうそれでも力が足りないぐらいなんで、だからなんか、うん、ある意味幸せなのかもしれないです。すごく何だろう、皆様に応援されて、そしてちゃんとやってるのかお前っていう感じのプレッシャーも受けながら、時に後ろから矢を放たれたりとかしながら、でもすごく緊張感があってやりがいがあります。ありがとうございます。こんにちは。石田と言います。僕も今年の2月からちょっと原発のこと絡みでおかしいなと思ってきて、ちょっと最初の頃は原発なんてことでやってたんですけど、ちょっとっていうか、この原発 OK にしてるもうこの政府ちょっとおかしいんじゃないかということで、そうなった時に太郎さんとか良平さんとかのお話を聞いて、こうやって気づくきっかけをいただいて今に至っているんですけども、まあ、思い切ってもう料理をずっとやってたんですけど、料理をやめて、で今こうやって動いてて、それですごいやっぱり思うのが、やっぱりこう太郎さん発信からすごい言いづらいと思うんですけど、お金のことをやっぱりいろいろ効果的にやっていくときに、最終的にお金のことっていうのをなんとか知らなきゃいけないと思っていて、その例えば政治資金パーティーとか、ちょっと聞こえ悪いんですけどまあそういうことを積極的に全然やっていって、みんなで盛り上げていくっていう空気作りとかもやっぱりできるのかなと思って、そういうことをちょっとできればなと思っています。あとは今ちょっと若い方とかもいらっしゃったので、どんどんこういう若いつながりとかを作ってやっていっているので、今僕が選挙ジャムっていうのを、政治団体で選挙ジャムっていうのを作って、まあ、統一地方選挙をやろうぜとかっていうことをちょっとやったりとか、あと添加物とか放射性物質のことを気にした食べ物をなるべく使わないような食のイベントとかを料理にやってたので、やったりとかもしているので、まあ、そういうことでちょっと政治って難しくやるよりは、もうなんかこう新しく提案していく、こっちの方がいいよねっていうふうに提案していくっていうことの方が、否定よりもずっと響いていくのかなと思うので、うん、そういうふうにこう人を引っ張っていけたら、でもそういうことやっていくためにお金がどうしても必要だと思うので、太郎さんからすごい言いづらいと思うんですけども、なんかこういうことできるやってほしいなとか、まあ、僕らの方からも提案したいというのはあるんですけども、なんかもっと言っていただければ、思いっきり乗っかっていくんだけどなっていうのはあります。よろしくお願いします。お金くださいって言いづらいですねとは言いながらも、僕の全ての選挙は皆さんからの寄付と、そして有川芳子の鹿児島2区の選挙も皆さんの力で出馬することができたっていう部分があるんですよね。で、もともとこのタローズネットワークっていうのも、これ横文字にしちゃったからちょっと分かりづらくなってるんですけど、やっぱり山本太郎講演会なんですよね。で、結局ほとんどの政治家たちが講演会を持っていて、そして年間に2回ぐらいの、お便りみたいなものが届くと、それでお金をもらって、で自分の政治を回してるんだと。よく政治家ちょっとお金もらいすぎだろうっていう話よく聞くんですよね。僕自身もなる前はすごく思ってたんですよ。なんだって、もう大した仕事もしないのにそんなたくさんもらって、年間2000万ぐらいもらってるんじゃないのかっていうところですごく腹立たしい、その内容を知らずに思ってたんですけれども、じゃあ実際どうなの政治ってっていうと、すごくお金がかかるっていうのが
本当のところなんですね。先ほどあの選挙に出るっていうだけでも、あのもう本当にエントリーだけで数百万で、選挙全体で数千万ってことが一人の候補者でかかるっていう部分もあるし、で、まあ、もうストレートにお話しすると、まあ、毎月いろんな形でその給与以外に、政務調査費であるとか、なんかそのような名目であのお金は入ってくるんですけれども、それはもう右から左なんですよ。それを全部収入と思われることもあるんですけど、右から左なんですね。で、山本太郎事務所の場合は、まあ、もちろんあの国から、秘書3人分、政策秘書、第一秘書、第二秘書という給あの枠を与えられて、でそれを、まあ、ゆかさんである、ゆかさんじゃない、ごめんなさい、畑智さんであったり、そしてあの西さんであったり、後藤さんであったりっていう人たちがその席に座っていただくってこともやりながら、他にも、ツイキャスで、ツイキャスだったり映像っていう部分で、山ちゃんに入ってもらったりとか、あとあの事務所の事務方として、あの辻さん、かなちゃんすごく頑張ってくれて、もう倒れそうになるぐらいの働いてくれてるんじゃないで、いつも言ってるんですよ、かなちゃんそろそろ帰ってくれるって言ってるんですけど、いや終わらないですからまだっていうことで、まあブラック企業がどうしたとか、もう日本の働き方がどうしたとか言ってるけど、その先頭を山本太郎事務所が行くんじゃないかなっていうぐらいの、もういっぱいいっぱいな状況の中であのやってるんですね。だからそうやって、まあでも人数を入れてやっぱこう回していくようにしていかないと、本当はもうあと何人かあの事務所の中に、とにかく問い合わせであったりとかっていうものが、おそらく他の事務所よりも圧倒的に多いんですよね。それはいろんな意見であったりとか、苦情であったりとかっていうものになかなか対応するっていう、あといろんな入力であったりとか、その中でもあのボランティアの皆さんが、足を運んで入力を手伝ってくださったりとかっていう方々が本当にあのたくさんいらっしゃって、本当にいつも助かってます。後ろあの今活躍されている方々が、本当にありがとうございます。そうなんですよ。で、まあとにかくあの、まあ、とにかく金かよっていうふうにあの、まあ、突っ込まれることもあるんですよね。後ろから矢が飛んでくることもあるんです。口を開けばお金を集めるってどういうことなんだっていうような感じに取られることもあると思うんですけど、とにかくそういう感じで回していっています。で、山本太郎講演会、まあ、太郎ズネットワークということで立ち上げて、一般会員、特別会員というふうに分けてやってるんですけれども、まあ、この中でもいろんな問題が出てくるわけですね。要は今までどういうことなんだよ、ツイキャス有料にするのかよみたいな、ツイキャス、政治的なツイキャスに関しては全部今まで通り普通に流してるんです。で、普段のなんてことのない話であったりとか、事務所の中での雑談であったりとかっていうようなことはタロズネットワークの中で流させていただく、これはあの会費をいただいている方々に流させていただいて、で、遅れがちなあのブログっていうものも、タロズネットワークの皆さん向けに書いてあるんです。で、先ほど若い方からお話がありました、ブログの内容が、政治的な内容が、まあ、もちろん政治的な内容が多くなるのは当然なんですけれども、でも政治的な内容ばっかりのブログになかなか人が寄りつくっていうのは難しい話だったりするかもしれないですよね。で、意外とこのタロズネットワークで書いてることって、ふと僕が感じたことだったりとか、あのタクシーの中のおじさんに言われたことだったりとかっていうようなことを書いてて、まあ本人が言うのもなんですけど、なんかこう人となりみたいなものがそちらのブログの方がすごく分かりやすいっていうか、感じれる部分があると思うんですよ。で、今日皆さんにお願いしようと思ったのが、この今日お集まりいただいている皆さんはタロズネットワークに参加されている方と参加されてない方と両方いらっしゃるんですけれども、参加されている方々に了解あのしていただきたいと今日思ってお願いしようと思ってたのが、タロズネットワークでお送りしたブログを2ヶ月ぐらい後に無料で開放するっていうのはダメですかね。大丈夫ですか。あのちょうどカジノ法案がおそらく次期国会の目玉になるんですよね。まあ、賭博の法案が次の次期の国会の目玉なんて、もう本当にどんな政府なんだよと思うんですけど、このカジノ法案のことに関してもこのタロズネットワークの中で書いたんです。要は僕の超親友だった年上のお友達が、要はカジノにハマって本当に、ね、もう大金持ちだったんですけど、もう結局もう全部なくなって、で命までも落としちゃったっていう話を中に書いてあるんですけど、だから、まあ、そのブログを書き終わった時に、あ、これ次期国会のカジノ法案につながる話だから、これちょっとみんなに読んでほしいなって思い始めたのがこのきっかけだったんですけど、なんかこの
意外とこのタローズネットワークに参加されている方々っていうのは、あの、なんて言いますか、気持ちが大きい方がすごくたくさんいらっしゃって、例えば限定配信じゃなくてもいいよっていう、だったらたくさんの人に見てもらえないよっておっしゃってくれる方もいらっしゃるんですね。で、まあ限定配信は限定配信で置いておいて、まずそのブログっていう部分に関して皆様にあのちょっとこの部分を了解取りたいなと思ったんですけど、タローズネットワークで、あのタローズネットワークのブログで皆様に発信したものを、非会員の人に向けて全員に、1ヶ月なり2ヶ月なり時間が経った後に出すっていうのは許していただけますか？すいません、2ヶ月も後だったら遅くなっちゃいません？もうオンタイムで出せばいいじゃないですか。いいこと言ってくださいますね。遅くでいいですよ。知ることが大事だもん。太郎さんのファンなんだから。いい、ありがとうございます。そうですか。特典が欲しくて会員になってる人いないと思います。ちょっとマイクを通してもらえてました。名古屋から来ました野々垣と言います。あの太郎さんの会員に限っては私代表して話させていただきますが、応援したくてやっているんで、太郎さんのやってることをみんなに知ってほしくってお金を出している人が多いと思うので、決して自分だけのものを目の前だったらちょっと断り手短いにお願いします。すいません。どうも、あの今のあの、あ、すいません、あ、どうも、あのカジノ法案の件なんですけど、私は例えばあの、まあ、今の公営ギャンブルですとか、そういう例えば、まあ、そういう、まあ、政府にどんどんお金がいっちゃうような、ああいう公営カジノみたいのはちょっと、まあ、私としてはちょっと法案にはちょっとやっぱり、まあちょっとまあ難色を示したいと思う一人ではありますけど、実はですね、もうすでにあのカジノっていうものは現にあの例えばの携帯とかとかアプリとかでからでも、まあ、そうもあります、できまして、あの実はですね、お金は全く儲からない心のカジノみたいのが今ありまして、あの山本先生、実はあなたの例えばあの体ですとか、もしかそういう考え方にとかですとかに、例えばそういうの、まあ、例えば金額とかかけられてまして、こういうことをやったら誰々が勝つとか、選挙に受かったり、じゃあもしくはどうなったらってお金が誰が勝つとか、そういう届かれ帳みたいのはあるんですよ。それに関して、ね、分かりました。そういうことに関してはどう思われますかね。そういう届かれ帳に関しましてはって言いますか、賛成ですか反対ですか。以上です。ごめんなさい、ちょっと 20% ぐらいしか理解できなかったんですけど、自分の体に対して、はい、カジノ、カジノ、はい、あるんですよ。僕の左手をかけるとか、もしくは心とかね、はい、そうです。政治生命とか、はい、政治生命とか、あるんですよ。できるんですよ、その携帯で。政治生命をかけて、ちょっとあのいろんなことやっていきたいと思うんですけど、その人の写真とかをかけるじゃん、かけることができるんですよ、裏で。そう、ちょっと、あの、後ほど詳しくお聞きしてよろしいですか。ちょっとこの短い時間で理解するのはすごく難しいですから、ありがとうございます。あ、すいません、時間も迫ってきたんで、あと何分くらいなんですか。数秒です。数秒それでは、お待たせしていますんで。あ、そうですか、はい、お願いします。福島から参りました、佐々木恵子と申します。今の政治情勢、そして福島の状況、最悪だと思います、はい、で、あの福島の原発、あれとんでもない状況が毎日続いてます。汚染水はもう毎日何百トンっていう海に流されてるし、もう放射能も空中に1時間1000万ベクレルっていう、とにかく 目に見えない、まあ、可視化の問題があったけど、目に見えたら大変なことになってます。で、これもう一回起きたら日本終わりですよね。そういう状況が今も起きてるのに、皆さんあまりにも鈍いんじゃないでしょうか。本当に私あの怖いと思ってます。で、こんな中でこの状況はこれまでの政治、政権政治なんですよ。自民党がずっと担ってましたよね。
一時民主党になったけど、たった3年間で、まあ、バッシング受けて引っ込んじゃったけど、まあ、似たようなことやっちゃったらまずいけど、とにかく政党政治のとどのつまりが原発事故だと私は思ってます。そして男中心主義で、これはで既得権益を死守するこの権益体制、これだと思ってまして、で、あの、なんとかしてこれまでの規制政党の枠はもう嫌だ、それでそういう政治には任せたくない、不信感がいっぱいです。そういう意味で私はこれからは太郎さんのような政治家をたくさん作って、こういう政治を本流にしないと日本は終わりだと思ってるんです。そういう意味で私は太郎さんに全国の信頼を寄せてますし、この流れをこれからいかに大きくしたらいいかっていうことが私たちの課題ではないでしょうか。これはまだ前置きでごめんなさい。ごめんなさいね。私の言いたいところはあのここから入るんですけど、今度の福島県知事選、これは本当に大変なんですよ。大きなターニングポイントなんです。で、あの、この前滋賀県知事選自民党負けましたよね。で、今度の福島県知事選は怖いんですよ。ここで負けたら自民党がボディーブロー、まあ、爆発とまではいかないけど相当な打撃を受けるのはもう目に見えてるわけで、なんとかして負けを作りたくないんですよ自民党は。そのためにあの手この手の作戦をやってます。汚いです。まず、あの、自民党は相当早くから 県の自民党として、独自候補を擁護しまして、もう2月から3月頃言ってたんですよ。おお、今度は県知事は民主党の幽閉知事、もうどっかに幽閉させたいぐらいだらしな知事なんですけど、そういう、あの、知事にがなってきたんで、今度こそ自民党勝つぞっていう勢いだったんですよね。それで、つい最近、あの、県の、あの、県連としては、自民党の県連としては、八村さんという、なんだか知らない、とにかく、なんだ、日銀の吉島支店長、やったとか、あと、直後にはちょっと復興に関わったとか、 そんなような人を立てて、やりますって、あの、立てたんですよ一応ね。まだ本人には、あの、正式に受諾はしてなかったけど、ところが、あの、本部は、あの、とにかく彼では勝てないって思ったんだろうと思いますが、なんとですよ、あの、何人か立ったんですけど、あの、幽閉、今の幽閉知事が態度表明してないんですよ。出るか出ないか、私は出たい、出るだろうと思ってるんですが、あの、彼は様子伺ってるんですね。そして何を狙うかって言ったら、幽閉知事が出たら、なんと、あの、本部は、東京本部の自民党は幽閉と一緒にやる、こういう作戦で今の、あの、県の自民党県連が立てた八村さんというその支店長だった人が、を推薦しないことになったんですよ。で、彼はしょうがないから、なんと無所属で立候補表明したんですよ。おかしいでしょ、本当に、あの、ひどいですよね。だから中央の強引さ、そして何としても矢面に立ちたくないんですね。さっき一騎打ちとかなんだとかで、あの、やりたくないっていう構図が見えたって言うんですけど、要するに、あの、今矢面に立ちたくないで、何としても負けを作らない、勝ちが作れないと思ってるんでしょう。でも負けは作りたくないから、現知事のあんなだらしない知事でも一緒にやって、民主と、あの、自民党のその選挙戦をやりたいみたいな、そういう動きがあるんですよ。で、あと、その他に熊坂さんっていう、あの、一応無所属を標榜している方がいて、まあ、その人が今一番人気なんですね。一応、あの、私は 本物ではないと思ってるんですが、まあ、それはいいとして、彼が当選しそうなんですね。もう一人、あの、五十嵐さんという人が立ってますけど、その人あんまり評判、話題になってないんで、だから今本当に福島は、あの、いい加減な状況で、こんな中で私たちはさっき言った、
あの既成政党に頼らない、あの既成概念にとらわれない、本当に市民側からやりたいね、福島、こんな福島で誰も立ち上がらないの、何やりたいのって、おそらく皆さんは思ってると思うんで、そこに応えようと思って私たち立ち上がったんですよ。で、正式名は人間復興と原発廃絶、びっくりマーク福島スクラムっていう、まあ、通称スクラムっていうふうに言ってるんですけど、立ち上げました私たち、あの県民有志で。そして独自候補を立てる前に、こういう立候補者を募りたいっていう、先に、人物より先に条件を出したんですよ。もちろんいつも県民が主役っていうね、だから福島のあれを繰り返さない、即時原発ゼロ、脱被爆、それから自然エネルギー社会をちゃんとやる人、だから子どもの命と未来と県民の健康を守る人、ここが大事、嘘をつかずごまかさない、ね、で最後に、いつでもどこでも誰に言っても県民の代弁者として堂々と渡り合える人、そういう条件を先に挙げて記者会見やったんですよ。こういう人を選びますって、それで必死で探して、まあ一人を決めました。美穂圭一さんっていう人で、この人、ちょっと待ってくださいねその人が二本松市長を3期もやったし、だからいろいろ実績のある人なんですよ。自己直後、本当に私たちが望むような組長としてやってくれたんですよ。なんだっけ、要素材 の, 要求とか、それから表土剥離とか、学校にエアコンを入れるとか、本当にやったんです、県内一 で実績もあって、で原発に対して本当にすごく知ってる人で、この人ならいいっていうことで、私たち決めて正式出馬要請をしますって、これもやったんですよ。2回目、8月11日に記者会見して、で彼に正式に出馬表明を持っていきました。でその前に彼とは何度も話してるんですよ。で彼も合意をしてくださる感触がもう 90% 以上大丈夫と思ってやったんですが、本当に、まあ、これは結果私も共同代表の一人なんですよ。2人でやってたんですけど、私 の, 責任もになるんですけど、受諾してもらえませんでした。本当に悔しくて、私たちお金もいろんな意味でやって、でゴーサインもらったら即走り出そうと思って、もう本当こう待ってたんですけど、なかなかもらえませんでした。そしたらもう太郎さんを呼んできて、もう応援演説してもらったりね、それこそいろいろもう具体的なもう勝ちラインが私たちには見えてたんですけど、彼は結果的に決断力のない不足してる人、男だからかな、女はこういうとき決断するんですよね、男だからかなって言って、ごめんなさいね、ピリコさん出たらいいの、一番わかりやすいのね、とにかくそういう状況で今頓挫してしまったんですよ、私たちのスクラムがね。でもこのスクラムの意思と意義は、これはなくさないでいこうと、なんとかして擁立できないにしても、まあ、残念だけど誰かと政策協定を結ぶとか、でも次の統一地方選では誰かを立てて、今度は本当に本気で頑張ります。でこういう動きが福島にもあるっていうことをぜひ皆さん知っていただきたいと思います。何にもやらない福島県、もうポケットしている福島県と思われてもしょうがないんですけど、実はそういうことをやってこれから頑張っていきたい。だから自民党は全く国民なんか支援に入ってませんからね、自分たちのあれですからね、党利党略、それから民主党もそうです、みんなとにかく先生とは全部私は信頼してません、申し訳ないけど、だってこういうふうにしたのはそうだと思ってるから、ごめんなさい、止まんなくなるのでこの辺でありがとうございます。ありがとうございます。元学校の先生をされた、英語の教師をされてた恵子さんなんですよ。先日も事務所にアイスクリームを持って遊びに来てくれて、今の50倍喋ってましたありがとうございました。まあでも今福島県知事選に向けて、先ほどお話があった日銀の人で佐藤雄平さんで、あと2人、今ね、山坂さん
独権がないから。でもはっきり言って荒井裕之さんと一緒だし、それから片足自民党に入ってるんですよ。あの 県の自民党が2つに割れてて反主流派ではあるんです。マイクを通さずにもよく聞こえる声でありがとうございました。ありがとうございました。気がついたら5時をすでに5分間回ってしまいました。もうこれで、終わりにしたいと思いますが、しかしまだ手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃる。あの最初の予定であと2人佐々木さんが終わったらやろうかなと思ってたんですけど、この大演説で佐々木さんが亡くなりましたが、あと2人あります。どうしても最後2人あの喋りたい方っていうと増えてくるというそちらの方もずっと挙げてました。あのもうね、あのじゃんけんにします。2人そっちの方がいいかな。じゃんけんしても喋りたい人あ、いいですか。奥のじゃあ一人になっちゃった。あ、じゃあ2人。あ、じゃあ2人。じゃあ奥の女性からそして、4列目の男性の方で終わりにしたいと思います。いいですか。よろしくお願いします。発言の機会ありがとうございます。あの若い人がですね、あの自分の問題じゃないっていうふうにあの言うんですけど、ここはすごくいい例があるのでこの本を紹介したいと思います。それはあの共同診療所って言ってあの被爆の体内被爆をあの言わさないのに本当に子供が甲状腺の被爆しててがんになったりしてるのを共同診療でお母さんがやってて、その娘があの中1で 3.11 迎えたんですね。そしたらその翌日避難したわけですよ、山形の方に。それでお兄さんと2人だけでストレスが溜まって、それでお母さんはあの有機農業やってるんですね。山並みっていうのところ、それをの話ならいいんだけど、いろんな TPP とかあの原発の嫌なこと聞くからもう耳を塞いでて、私関係ないわと思っていたんですけど、この子があのすごくいろんな苦労をしながらやっぱりなんか、ね、あの考えなきゃっていう方向に行って、お母さんと手紙をやり取りしたんですよ。それで皆さんからの手紙ってあの15歳の決意っていう本をあの出したわけです。だすごくその子あの中1とか中2中3高1ですよね。結論を言えばあの山並みを継ぎたいのにあの福島にそれができなくなったと。だけどもあの一番結論的にはですね、みんなに伝えなきゃ誰も分かってくれない。だから伝える決心したわけです、その子が。でどういうふうにあの結論として何言いたいかというと、高校生なんか1年とか中学 の女の子たちがやっぱり将来子供お母さんになりたいっていう気持ちがあるわけですよ。だから今まで逃げてたね、罪滅ぼしにあの次の2代も3代も自分が無責任だったことの割に健康な子供を作りたいから原発は絶対反対だっていうことで自分の辛い経験を伝えるっていうので、むしろその美奈ちゃんっていう子がどっか講演会で話す機会が場を作ってっていうぐらい積極的に、それであのあるあの山本太郎あのさんのにはみんな若い人が盛り上がっててね、私を一番感動させた言葉があるんですよ。それは何かって言ったらあの本当のことを言って何か不都合でもって、それはマスコミの嘘ですよね。安倍が元ですけど、だからそれがね、嘘を言わないとやっていけないんで、本当のことを話したら安倍なんて倒せるわけですよね。だからあのこの間の8月17日にあのすいません、もう時間なんです。終わりにしてもらっていいですか。はい、じゃあ、はい、あのこの本すいません、扱ってますので。あ、そういうことですか。どこにありますか、その本は。その本を、はい、分かりました。あの興味のある方は帰りにでもお声をかけてください。ありがとうございます。で最後どうぞバシッとお願いします。あ、山田です。
バシッと決めますよ。あのね、ここに来たのは次の選挙ではね、絶対勝たなきゃいけないんですよ。ね、いいですか。それには山本さんを全国に、山本さんと同じ人を全国に立てなきゃいけない。それだけは勝てないんですよ。でさっきの福島の方もおっしゃってたように、既成政党なんてもう当てになりません。だって民主党の手たらくでわかるじゃないですか。そんなことはもう経験済み。だからあの人たちに期待してはダメですよ。だから我々の候補を立てなきゃいけないわけです。ね、そのために山本事務所はスタッフ揃ってるじゃないですか。第一、広瀬隆さんのような陰謀家がいらっしゃるわけです。ね、それにしかもあの原発に一番最初に入った川内博さんの秘書やってた方もおられるわけでしょ。それから水尾さんのところ、これだけのスタッフが揃ってたら本当の陰謀を企らまなきゃいけないです。それは日本の政府を、今の安倍政権を倒すという陰謀ですよ。そのためには山本太郎を全国に立てなきゃいけない。そのための陰謀を考えてください。お願いします。私の提案としては、まあ、とりあえず脱原発市民会議というのを立ち上げて、そこで候補者を選定する、まあ、例えばの話ですよ。そういう陰謀ですね、具体的には。そういうことを考えてほしい。以上です。ありがとうございます。何を考えてるのか。皆さんの、まあ、熱気は分かったけれど、だけどね、いや本当言ったらタラちゃんを僕全国で正したいんですよね。で1000万票ぐらいで全国で票が出るって、まあそういうの前から夢に描いてたんだけど、まあともかく今度は東京都で出たからね。でまあ1年経ったわけですけど、まあいいでしょう。あの今最後の方の言葉の通りやっていきましょう。で佐々木恵子さんも、あんた知事になれよ、まあ、ずっとずっとしてないで、あんたしてないんだよ、ね、まあいいや、ともかくやっていきましょう。時間ないから、はい。本当にもうね、あっという間にというか、本当に本当はもっと皆さんにねマイクをお渡しして、本当になんというか思いをいろいろお聞きしたかったんですけれども、何せ話の長い人や、そしてそれにお答えする僕のね話が長かったりとかで、どんどん時間がなくなっていったということを本当にお詫びしなければならないと思います。でこういうこのようなですね会合というか、まあ、こういう形でなくても、さっき一番最初に言いましたけども、もっと小さい箱とかでもいいですから、そういうところでちょっと意見をもっと吸い上げられる、皆さんの意見を聞けるで、っていうようなあの機会をもっと作っていかなきゃいけないなと思ってます。で先ほど言われてました、これだけ の優秀なスタッフをスタッフでスタッフがいるんだから、これからの展開をもっと考えていこうじゃないか、これごもっともなんですけど、この国会の中で まあ、たった一議席なんですけども、この一議席の仕事を全うするため そのスタッフの働きっていうのがもう本当にフル回転でいっぱいいっぱいの状況なんですね。じゃあどうしていけばいいのかってことなんですけども、そこは皆さんのお力をお借りするしかないんですよ。気持ちのある皆さんであったり、お時間のある方にぜひお手伝いしていただけるならば、ぜひ事務所に来ていただいてですね、何かお力をお借りできたらなと思います。っていうところでやっていかないとですね、例えば大政党とかである大きな政党であれば、例えば何か法案についてってことでは、それをどんどん掘り下げていって、これはこういう法案であるとかっていうことをどんどんいろんな審議する人たちがいたりとか、なんかとにかくマンパワーがあるわけですね。そのマンパワーにはやっぱり給料も払われているわけで、やっぱりそれぞれがプロとしてやっていくってことが確立されてるんですけれども、なかなかこのチームでやっぱりなんですかね、市民の皆さんに押してもらって誕生して、でやっとチームが去年の終わりに、みんな出来上がって、で事務所の中でやっていってるんですけど、結構いっぱいいっぱいの中でやってます。ぜひですね、お時間ある方はお力をお貸ししていただきたいと。で実際にもうすでにですね、応援していただいているボランティアの皆さんとかの中には、直接事務所に入って力を貸してくださっている方もいらっしゃいます。ぜひですね、本当に今日1時間しか手伝えないわ、そうなんでも結構です、あ、凱旋の時期だったらいけるかなっていう方でも大丈夫です。来週から26日から凱旋やりますんで、
で、そこでちょっとフラッと遊びに来ていただいても結構ですし、でどんなこと言ってるのか聞いてみようっていうのでも冷やかし結構です。それ以外にも、じゃあちょっとあの私もビラ配ってみようかなっていう方でも結構です。で、もっとディープに手伝ってみたいって方はあの入ってきていただいて結構なので、気軽にぜひ、あのおそらく僕たちの体制ではあの受け身で待っていただいている限りはそこまで情報が届きづらいのかなっていうような状況があると思います。だからぜひ能動的にというか前のめりであのノリノリで参加していただけることをあのお願いしたいと思うんです。とにかくですね、やるしかないんですよね。そりゃそうですよ。だって芸人になっちゃってるんですよ僕奇跡じゃないですか。それこそが皆さんの怒り不安というものがもう形になったっていうか、とにかく一人皆さんの力で送り込んだということ、これがもう全てですよね。で、これを送り込んだものをどうやって活用していくかってことも皆さんのアイデア一つだと思うんですね。で、これをどう広げていくかってことに関してもやはり皆さんの力が必要です。もちろんあの山本太郎含め山本太郎事務所これから一層あの頑張っていくのは当然の話なんですけども、とにかく秋に解散があったとしても、その先に何があったとしてもあのやっていくしかない。まあ、勝つことも負けることもこの先ずっとあるでしょう。実際鹿児島の2区では負けちゃった。でもこれはどこかで勝ち負けじゃなくやり続けなきゃいけないってことがあるんですよね。押し付けられた不条理を何とかしなくちゃいけないんであればやるしかない。これはもう勝ち負けじゃないんだっていうところまで来てます。もちろん最終的には勝ってひっくり返すっていうところを前提で皆さんね、力を合わせようと思われてると思いますけれども、まあ勝ち負けじゃないっていう、とにかくこの先の世の中が閉ざされた状態になっているのを何とかしようってことで、何とかみんなで力を合わせていけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。でですね、オープニングで映像があるって言ってたのが今繋がりましたよ。皆さん少しご覧になりますか。10分程度の作品ですけれども、はい、いいですか。ここら辺の電気って消えるのかな。ツイキャス止めさせた方がいいんじゃないですか。すいません、ツイキャス止めていただけますか。権利の問題が発生する可能性があるので、ツイキャスを回されてる方